はい、それではですね、次に、このダウンロードするところから説明していきたいと思います。通常ですね、このファイルをダウンロードしようとしたときには、ここをクリックしてもらうとですね、ブラウザーとしてこのように、開くことができます。しかし、これでは、編集はできませんので、この右上の方にですね、もしダウンロードボタンが出てきたら、そのままダウンロードしてください。で、また、ブラウザーによって違うんですけども、この右の上の方にですね、もし出てこない場合は、新しいウィンドウで開くということで、別タブでですね、開いてもらったりすると、このようにダウンロードボタンが現れますので、これで、ダウンロードするようにしてください。で、うまくダウンロードできればですね、この左下の方に、ダウンロードのファイルが出てきますので、これをクリックしてもらうとですね、ワードとして立ち上がると思います。はい、例えばこのようになると思います。ダウンロードしただけだとですね、編集がまだできませんので、編集を有効にするということをして、これで、編集ができるようになると思います。こんな感じですね。で、まず、開いたらですね、これを自分の指定するところに名前をつけて保存を選んで、で、適当なところにですね、保存をしてみてください。で、それができたというふうに前提で話を進めますけども、今日はですね、このファイルをどんどん書き換えていけば結構です。で、先ほど言ったように二段組というのはどういうことかっていうと、この辺からですね、総合大学ではというところあたりからですね、適当にこう文字を入れてもらうと、このようにですね、左側にしか入らないのがわかると思います。これは間違いではなくて、まずこれが一段組の、一段目を今、入力しているということになるんですね。それで、下まで行きますと、今度2段組の方に自動的に行きます。このようにですね、自動的にこのファイル自身が、この辺からですね、2段組になっていると。で、しかし、これより上のタイトルの部分は一段組になっていますので、このスタイルを壊さないようにして、やってみてください。ですので、またここでですね、一旦保存をしてください。で、要するに、この上の方が一段組、下の方が二段組になっているというのを確認して、それで、入力を進めてみてください。資料の方に戻りますと、それでは資料の方に戻りましたけども、今やっとですね、このようにタイトル、を入力して、2段組のところを入力するということができるようになったと思います。それではまず最初に、タイトルの部分ですね、はそのままでいいんですけども、いわゆる著者のところですね、ここにあなたの名前って書いてありますが、ここに名前とですね、法政大学のなんとか学部というのを書いてみてください。それからメールアドレスとも書くとですね、ここをやってみてください。で、それができましたら、今度はページ設定
をしていきます。まあ、これは実際されておりますので、ここでは確認するだけですけども、レイアウトからこの左側をクリックして、で、ページ設定をクリックしますと、このようにですね、二段組になっていることを確かめます。で、カーソルの位置によって、一段組のところだったら、こう一段組。で、下の方の二段組のところにカーソルを持っていくと二段組になるということで、これを確かめてみてください。で、その後に余白ですね。余白は上と下と左と右。各々46mm、41mm、29mm、29mm というふうになっていると。まあ、こんな感じになっているというのを確認してください。それから用紙はですね、まあ、A4 サイズですので、まあ、A4 サイズになっているかどうかを一応確認してください。その他もこんな感じになっているということですね。今回は基本的にはこのテンプレートに全部仕組まれておりますので、ここではこの数値になっているかを確認するだけで結構です。それで、OK を押しますと、いよいよですね、前回と同じように、まあ、スタイルといいますか、見出し2、見出し3、いうふうになっているのが、このように、前回に比べて非常にたくさんあるというのはわかると思います。まあ、これはわざとですね、このように見出しも非常に、まあ、豊富になっているということで、これはまあ、あるカンファレンスのテンプレートをそのまま利用していますけども、このようにですね、まあ、自分で、作ることもできるんですけども、まあ、外の学会、またはカンファレンス、シンポジウムで発表する場合にですね、まあ、こういった特殊なスタイルが仕組まれておりますので、それに沿って入力するというのが大事になってきます。はい。それでは、先ほど言ったように、名前の部分と、それから学部ですね。それから、このメールアドレスの部分は入力してみてください。それができましたら、最初にこの2段組の左側ですね。これをタイトルで、表題というのを選びながら、概要を入力してみてください。